まあ、いろいろ何やろうかなっていう中で、はい、農業っていうテーマがいいなというので、こちらの収穫のロボット、取れるんですかこの機械で。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よろしくね、よろしくね、チャンネル登録。おめえなんだ今日誕生日か。記念いいな。じゃあ次こちらにどうぞ。あ、なんか作業してる。はい、こちらで今新しいロボットを作ってまして、はい、ロボットエンジニアの奥野さん。奥野さん、はい、よろしくお願いします。このハウスができる前から手伝ってもらっていて、その、こちらの会社のエンジニア。ロボットエンジニア。そうですね、はい、主にだからロボット作ったり開発したりという。はい、そうですよね、はい、もともとロケットの開発とかもされてたような。あら、すごい、はい、ロボットに興味あるというので参加してもらってます。これ何の機械ですか。これは新しい、収穫ロボットです。さっきのやつとはまた別に、ね、こっちの方がグレードアップしてる。あ、そうですね、次のバージョンみたいな形でさっきのよりスピードを速くしたりだとか、はい、まあ、正確性を上げるという形で大型化もしていますね、はい。じゃあちょっと見せてもらっていいですか。あ、はい、まだ開発中なんですけど、とりあえず今のところパソコンで、はい、このように撮るトマトを選択します。え、これ本当だ。この映像はリアルタイムのここってことですか。あ、そうです、今自分らで選んでますけど、将来的にロボットが一番取りやすいものを選ぶというふうに思います。なるほど、狙いを定めて、はい、で押したらもう動き出します。お、え、動いた。え、掃除機のやつがこう入って、え、うわすげーすげー、今ので1個収穫。2個収穫きました。2個収穫見えなかったもん。早っ、吸い取るんだ、もぎ取るんじゃなくて。何個も連続で収穫できるように今後なっていくっていう。うわ、これです。掃除機を使ってるんですか。掃除機です、ね、懐かしい、実家の思い出したんですけど、あの掃除機こんな使い方あるんですね。そうですね、最初はみんなの家の掃除機を持ち寄って、はい、どれがいいのか何個も比べて、はい、今は一旦これで、うん、ものにして、アームなんかも既製品を使ってるんですけど、はい、まあ、ここで一回動くものができたら自社で再設計をして、はいはい、適切な吸引機とアームっていうのもコストダウンをして完成させて、またあっちに持っていくと。まずは既製品を組み合わせて、はい、作り上げるっていう。面白いな。あともう一つロボットが、こう人が乗って使うロボットというのがありますので、ぜひ体験してみてください。あ、乗ってみた。はい、今度こちらになります。あら、座布団、うん、これどういったロボットになるんですか。人が乗って作業するための便利なロボットというのになります。ほうほうほう。自立走行といってぶつからないように動いていくので、はい、いろんな収穫ですとかそういった作業をするためのロボットになります。足腰使わなくていいっていう。そうですね、自動で移動していく台車みたいな。でもともとこういうのありますよね、自分の足でこう移動するような。はい、うちの父ちゃんもよく使ってましたけど、それを勝手にっていうことなんですね。そうですね、はい。じゃあ匠さんこちらで、はい、まなぶさんこちらで、なんでですか、お願いします。まなぶはこれがお似合いで。なんでよ、タイヤバキバキだ。バキバキだし、もう結果が分かりきってるってこれ。どっちが早いか、うん、あとどっちが疲れてねえか、うんうんうん、これね検証しないと分かんない。分かるよもう、検証しなくても。じゃあ、はい、分かりました、お願いします。はい、じゃあ用意スタート。よし、じゃあ収穫すっか。よし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 。あ、これスタッフ往復やめよ。クソ疲れるぞこれ往復したら。いや、これ楽ちんすね。勝手にこう景色が変わるんで、このスピードもちょうどいいっすよね。収穫する人間のスピードとこう合わせて動いてくれてるんで全く疲れないっすね。よいしょ。いや、もう足痛いっすよこれマジで。膝が痛いこれ。自力っすよこの足。足つかないといけないから、やばいこれ。めっちゃ疲れてるよもう。
いやいや便利だこれ。なんか本当ドラえもんの世界ですね。こういうのがあったらいいなっていうのが実際にあるんで、いや親にプレゼントしたいぐらいですよ。これはすげえ楽です。ということで僕はゴール。ゴール、はい、そうですね、ゴールですね。全然めっちゃ差ついちゃった。早くして。早くしてじゃないんだよ。タイヤがパンクしてんだよ。おいマジで進まないよ。どこにいんの学ぶ。私はここにいるよ。おっせ、まだそこ。きついって本当に。きつい。なんでちょっとナダルっぽくなったんだ今。きつい、きついって。たくみくんタイヤがいっちゃってる。タイヤがいっちゃってるって。あ、やっとゴールね。ゴール。いやこれきついわ。めちゃくちゃきつい膝が、うん、まあそうだよね。やっぱめちゃめちゃ楽で。楽でしょうね。まず足使わない。使わない。手だけだもんね、取るだけ。あとはこのスピード感が絶妙ですよね。そうですね。速すぎると収穫できなかったりするけど、ね、ちゃんと人間の動きに合わせてそのスピードを保ってくれてるから、スピードも作業によって調整ができるので。なるほど。もっと時間かかる作業であればゆっくりにして、必要なければ早く、もっと早くすることもできます。いやめちゃめちゃいいわ。いいわこれ。これはちょっと本当検証しないと分かんなかったね。分かるよ。分かるよ。本当に。あの今回のテーマがさ、シリアルアントレプレナーだったわけじゃん、ただ番組の中身さ、農業ロボットすげーだったちゃんとねインタビューしたね。そうだからもうちょっとここに手について聞いてみたいんですけど、シリアルアントレプレナーの強みだったり、なんかこういうとこいいよみたいなポイントってあったりするんですか。そうですね、まあ、あるとするとよく言われるのは強くてニューゲームだっていう風に言われて、はい、ゲームでもこう1回クリアして2回目やると前の設定を引き継いだまま同じやり方ができるみたいなことを言ったりするんですけども、なんでやっぱり前失敗したことでは、まあ失敗しないようにだとか、前うまくいったことはよりもっと早くやろうとか、そういったことができるっていうのがまあ強みかなというふうに思います。職種が変わったといえど失敗する何かっていうのはちょっと似てるから、そこを避けることができるってことなんですね。そうですね、はい。じゃあ今後の目標を。あ、そうですね、展望。はい、そうですね、今やってるのはやっぱ農業の自動化っていうところで、まあ、まずは日本の高齢化、あの農業従事者の高齢化とか、作り手がいないっていう問題解決していきたいですし、まあ、それとは別にやっぱ個人とか、まあ、の共同創業者との情熱でやっぱロボットで世界に出ていきたいっていうのもあるので、農業の課題にも解決しつつ、まあ、ロボットで世界に出ていきたいなというふうに思ってます。やっぱり広まったらまた違う仕事みたいなのなってくるんですかね。そうですね、ただこの道はもうのすごく長いのもんで、はい、10年とかで終わらない。すごいロールプレイングゲームですね、はい、そうですね、はい、なんでまあ今は一旦死ぬまでやる格好で、はい、やってます。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よろしくね、よろしくね、チャンネル登録。おめえなんだ今日誕生日か。記念いいな。